ボートレース唐津6日間シリーズのモーニングレース、朝から唐津第8回札幌ビールカップ、本日は予選の2日目です。まだ緩やかな追い風が吹いています。ただいまから予選競争サンライズ戦第3レースです。メンバーは1号艇大阪肘谷勝樹、2号艇佐賀田中太一郎、3号艇福岡三河貴明、4号艇香川富田翔、5号艇岡山木山誠一、6号艇福岡松尾信邦、以上のメンバーです。1号艇の肘谷勝樹がイン1コース、モーターはエースモーターの66号機です。2号艇の田中太一郎2コース、昨日は陰線から3着でした。3号艇の三河貴明、昨日前半戦は逃げています。4コースに5号艇の木山誠一が座って、内から1二3号、そして6号艇の松尾までスローの位置です。昨日前半戦は2コースからのまくりが決まっています。短期になって4号艇の富田翔、デビュー初1着を目指しています。香川の123期生です。進入体系はインコースから1番、2番、3番、5番、6番、4番です。スタートしました第3レース。これはかなり速いスタートの選手が多数いる模様です。船券は大切にお持ちください。船券は大切にお持ちください。お知らせいたします。ただいまのスタートは多数のフライングがあります。ただいまのスタートは1番、2番、3番、4番の4艇がフライングとなりました。1号艇肘谷、2号艇田中、3号艇の三河、4号艇の富田、1、2、3、4の4選手がフライングのため変換欠場となりました。第3レース大きな波乱となってしまいました。残った選手は6番と5番です。投票法によっては返還となります。どうぞ船券は大切にお持ちください。6番と5番の2人が残っています。6号艇の松尾信邦が先頭、5号艇の木山誠一がホーム側に移りました。6番と5番、6号です。レースはこれから最終周回です。なおこのレースは1号艇の肘谷、2号艇の田中、3号艇の三河、4号艇の富田、この4選手がフライングのため変換欠場となっていまして、投票法によっては変換となりますので、どうぞ船券は大切にお持ちください。レースは最終周回です。最後のバックに6号の順で構想しています。最終コーナー6号艇の松尾信邦、そして2番手で5号艇の木山誠一です。第3レースは大波乱となりました。まもなくゴールを迎えます。先頭6番ゴールイン、5番ゴールイン、以上です。